介護士と保育士の夫婦寮、レイズミカルガスのテタンとタカちゃんでございます。はい、本日は水色草、地球と遊ぼう。前回、ですね、春を探しにということで、千葉県北総花の丘公園に来ておりますが、ですね、30分の間に20個の春を探す挑戦続いております。前回ですね、前編で11種類見つけました。残りね、お時間、12分の間に残り9種類。レッツゴー、行きましょう。どうしましたか？ちょっと微妙なんだけど、これ一応黄色っぽいのは。あ、これさっきのやつやん。さっきの？のなんか山毛しかなんかそんなやつ。野毛し。ってことはなんだ？春の野毛し？残念。ああ。テントウムシまだいた？前回も言いましたけど、テントウムシ幸せ。あら、テントウムシ、テントウムシいいですか、テントウムシ。あれね、ここここ、あ、いる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 。わー、かわいい。テントウムシあったんですか？いや、その、なんていうの、西洋タンポポじゃない方の、なんの日本のタンポポ、なんていうの、あれ。いや、知らんけど、それかなと思ったんですけども、ここに乗ってなかったです。崖崩れの恐れが。崖崩れ怖いな。春探しとこちゃうや、そんなもんなったら気をつけてください。はい、はーい。ちょっとこれな、あの黄色の春でしょ。おー、それすごいかな。ただこれ判定が難しいんですが、他のページとかいない？コウゾリナ、これ似てるやん。これコウゾリナをゲットでしょ。これゲットですね。コウゾリナかな。じゃあ、コウゾリナって書いておきますね。オッケー、オッケー、コウゾリナゲット。はい、発見、これはもう、正しく、あの、クローバーですね。白爪草か、赤爪草。ちょっとどっちか、あれですけども、これね、葉っぱでっかいんで、赤爪草やね。赤爪草ゲット。はーい。何個目？13。13、オッケー。そして、これ多分、ほんで、こっちが、これ白爪草ちゃう？これが白爪草で、これ赤爪草。そんなことない？確かに。なんとなく。っぽいですね。もうそれしとこうか。そうしましょう。そうしましょう。ね、OK な。赤爪草と白爪草で。ただいま何ポイント？14ポイントでーす。14ポイント。残り6ポイント。お時間ね。やばいぞー。やばいですよ、お時間。あとね、10分。やばい。急げ。急ぐぞ。ほうほけ魚って。何言ってない、今。これ、ほうほけ魚ですよね。さっきほうほけ魚って。完全に鳴いてましたよ。完全に今んとこペコペコって鳴ってるけど、これ違う鳥かな。この音入ってんのかな、この声。ピコピコ、あ、今やみましたね。これね、さっき完全に声だけでも OK にしましょうよ。これウグイスですよね、確実に。絶対ウグイス。ウグイスだよね、これウグイスで、この声はウグイス。ウグイス乗ってると思います。ただホウホケキョの部分は、うん、録音できませんでしたけど。できませんでしたけども、あれウグイス、これもオッケーしましょう。ウグイス、はい、乗ってました。ウグイスゲット、イエーイ、オッケー。はい、なん、ちょっと待ってな。15。お、レモンちゃん。15、レモンちゃん合ってそう。合ってた。すごい。タンポポに蜂が止まっ、蜂がなんか止まってるんですよ、これね、なんか吸ってるでしょ。蜂だ。蜂かよ、わかんない。これなんやろ。捕まえられ、蜂ちゃうわ。なんやこの虫。あー、この虫なんやろ。虫はあんま乗ってないねんけどな。ここに乗ってへんかも。なんかいるでしょ。なんか足が太くなって細い。変だ。あー、これ判定、これをこそ判定は不明やな。あんまり蜂やったらね、結構この図鑑乗ってるんですよ。やだよ、蜂見たくない。蜂、蜂じゃないな、あれ。残念、これ。まあ、でも、あ、これ綺麗な花。これね、ここのページ。すごい綺麗な。アブか。アブや、これ。アレリア。オッケー、しょうがない。ダンゴムシとかいたらな。あ、見たことある？ここじゃないけど。ナナホシテント。かわいい。春の虫の中で。またか。これ色綺麗ですよね。3匹目ゲット。やっぱり。テントウムシが。2匹も可
わいい。あ、おお、2匹。今センターの合計4匹。飛びません。4匹です。テントウムシ直したらいい。さっきの虫。さっきのコガネムシ？どこ行った？あれ？よし、これ、これ、これは、あれ？え？あれ？え？死んだ？なにこれ？なにこれ？これなにこれ？これでもなんか、なんか出た。豆子が、なんかわからへん、これはちょっと。産卵とか。ルリハムシ？ルリハムシ？ルリハムシ。ルリハムシ？ルリハムシちゃうこれ。ほら、なんか綺麗やもん。ほら、ルリハムシじゃん。ルリハムシこれ。やった。これルリハムシちゃう、ルリハムシ。ルリハムシでルリハムシにしとこう。そっくりそっくり。そっくりやん、これ。乗ってる乗ってる。これルリハムシオッケーや、これ。ルリハムシ。はい。さあ、いよいよね、頑張ってくれてるんですが、僕も、タカちゃんも頑張りましたが、お時間の方が残り、もう、ああ、もう10。30分過ぎてしまいました。ただいま、これは、今何個ですか？ 17個。これ最後、スズメの声足しました？足しました。OK、これ、スズメのね、これ、姿は見てませんが、ウグイスの声と、これ、チュン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 。これ、スズメですもんね。スズメは、この図が載ってましたよね。載ってます。OK。そしたら、スズメ入れて、今回、春探し、結果、17でございました。ひゅうかさん、これ面白いですね。これまたちょっと場所変えてやりましょう、いろいろ。ね、とりあえずその、今日発見した17以外、でね。以外？そうそう、どんどんその図解載ってるのをね、やっていきましょう。春、夏もやりたいですね、これ。夏探し？いろいろ、これ自然にいいですよ。はい、そしたら、また皆さん、次回の動画でお会いしましょう。はい。春見つけましたね。ルリコガネやりました。はい、バイバーイ。お、テントウムシビーン。どれ？いた。あ、テントウムシ。バイバイ。雑草男タカちゃんは必ず26歳になります。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス。いずれかに興味のある方は、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。タカちゃんが虹色に染まっていく瞬間、見逃さんといて。